もう帰ってきてから飲んでない日は多分片手で数えられると思うし、太るのが多分ちょっとできないかもしれない。これだけバタバタしててサッカーもやって力仕事もしてあっち行ったりこっち来たり、そんなベタっとこう寝転がって生活してるわけじゃないから、多分体は維持できると思うんだけど、ちょっと内臓には気をつけながらやらなきゃいけないな、生きていかなきゃいけないなと思います。じゃなきゃ IKKO さんみたいになっちゃうから。どんだけ。生まれ故郷パルメラダオエッシの魅力、やっぱみんなの人柄、誰が来てもこの人たちを紹介してもみんなに喜んで、またこの人に会いたいなと、またこの人と酒飲みたいな、またこの人とこう釣りしたいな、もうこういう町から帰りたくない、帰ったとしてももう一回来てみたいっていうのがこの町の魅力であるし、そのみんなの心の良さ、歓迎してくれる、そういうところやっぱり、ね、自分だけじゃもったいないんで、ね、いろんないいキャラクターがいるだけに、ね、ぜひ日本の皆さんにもね、僕を通じて通して知ってもらいたいなと思います。結構トゥールさん、オフの時ゆっくりして帰ってこられて体重オーバーって思ったんですけど、やっぱ年齢的な部分もあるんですかね、こうあんまりこう。いやでもあの時はもうその30日間しかないから、あんま仕事的なことはしないの、まあ、乗馬ぐらいするぐらいで、あとはずっと友達たちと飲んだり食ったりしてただけに、だからその体重オーバーみたいなことになってたんだけど、今は食って飲んでそれに仕事しなきゃいけないっていうのがあるから、まあ仕事しなきゃいけないっていうか、俺が趣味として選んでる、楽しくこう動いてるっていうのが、まあ年齢的なこともおそらくあるかもしれないけど、もうこの牧場にいるだけで何か やらなきゃいけないことあるから、それやることによってまあおそらくこう体の健康的なところはやっぱ維持できるんじゃないかなと。トゥールさんの事業展開のところで僕は改めてお伺いしたんですけど、まあ3つに分けられるね、馬小屋でイベントのスペース、それででっかい牧場、そのまあ肉とまあちょっと牛乳もやってるんですけど、まあ基本的には食用の牛を飼ったりしてます。いつからこう地元でのこうビジネス展開？いや俺最初からよ、もう最初の下っ金から、サンフレッチに入った時の下っ金からも引退したとのことを考えてだから、いつでも引退しても大丈夫だっていうふうには言ってたし、いつ引退しても怖くはないし、だから家建つのも早かったし、じゃもう投資しても全部あったし、引退した時にも全部出来上がってたっていうのもあります。今度はどういう方向に向かすかっていうことだけであって、決して難しいことじゃない。でもそういう話を聞いてしまうと、トゥール選手も日本で戻ってこないのかな、サッカーと関係なくなってしまうのかなっていうようなこう心配する人もいるかもしれない。いや、それはないと思うんですよね。あの日本で生きてきた22年間の、その感謝の気持ち、それを忘れることはできないし、必ず日本には少なくともね、年に一度ぐらいは帰ってね、あそこでもたくさんの仲間がいるわけで、そんなね、もう終わったからっつって会わないよっていうことではないと思うし、必ず日本に戻って日本でもね、みんなに皆さんにね、覚えてもらえるためにもね、忘れないためにもね、日本に年に一度ぐらい帰って、日本でもね、子供たちに幸せな夢、描ける夢をね、与えてやりたいなっていうふうに思います。
見えてるし。チャンネル。ああ。